こんにちは、そっかじ間の久保です。えっ、ー、と、今回の気になる男、気にしてもらいたくって動画を撮ってるんですけども、AI アートどうでしたか気になりますよね。で、実際もうやってみましたよね。この AI アートっていうのは、まさにね、これがお金に変わるわけなんですよ。シンプルに言って、自分で設定したアートがあるじゃないですか。これは売れるんですよ。オープンシーっていうマーケットで売ったりするんですけども、確かに人は絵を買いたいという欲求あるんですよね。でも、 AI アートを打ち出しした方としてはこう思う思んですよいや、こんなものは別に自分で書いたわけじゃなくてアプリでポンポンポンと作ったんだから別に自分でやればいいのにって思うでしょでも例えば今私が作った AI アートタカさんが作った AI アート同じキーワードでも同じものができるとは限らないんですよねそうなるとこう奇跡の一点ものをいつもいつも作ってる状態なんですよでたまたま自分ではその奇跡の一点ものが気に入らないものが多かったかもしれません でも他の人から見ると、こういうのが欲しかったよねっていうふうに見つかる場合があるんですよ。まそうすると価値をそんなに感じてない人が、価値を高く感じている人に商品を流通させることによって、そこには価格ってのが生じるんですよね。これコーヒーショップの例でも言いましたけども、コーヒーを売る方っていうのは300円で売価をつけますけども、実際仕入れてきたのは30円ぐらいなんですよ。 それに付加価値をつけて300円という儲かる金額にして出すわけなんですよね。じゃあ自分自身でコーヒーを飲むためにいつも自分で作ったコーヒーに300円払うかってたら払わないですよね。それはやっぱり原価30円のコーヒーをいつもの製法で作って自分で飲むと。そこには自分の付加価値が入ってませんからそれでいいわけなんですよ。でも自分の付加価値をつけて他社に出すときっていうのは300円で売っていくわけなんですよね。で300円で買う方も高いと思ったら買わないんですよね。売ってる方が 300円と思わなくても、買ってる方が300円と思えば、それは流通がそこで成立するわけなんですよ。同じように AI アートも、たまたま自分で書きました。作りました。それが他社に対しては高い金額で売れる場合があるんですよね。まあ高くなくても、500円、1000円、1万円とかでもいいわけなんですけどね。でもそのためには、やっぱりいっぱいいっぱい出していかないといけないし、その上で厳選して、必要なものだけを、これは売れるんじゃないかなと思ったものだけを打ち出していく。そういった作業も必要になると思いますし、 まあそこにですねさらなる付加価値 NFT ってものをつけることができるんですよ AI アートに NFT というこの作品はこれが本物だったオリジナルだということを証明しますよとこれをスクリーンショットなりコピーペーストで作ったとしてもこっちの方は贋作ですよと偽物ですよコピー品ですよっていうふうに差別化をすることができるんですよもちろん世の中にはレプリカっていって本物そっくりの本物じゃないものもちゃんと売れますんでそういうのが流通する場合もありますだから NFT によってこれはオリジナルですよこれは コピー品ですよ。どっちが欲しいですかっていうこともできるわけなんですよ。コピー品だからダメとか言ってことではなくてね。こういうふうに様々な価値を埋め込む中で、どちらにしてもこの AI アートというそのマーケットというのは開かれてます。もちろんお金を手にできる人ってのは一部です。でも AI アートというマーケットが開かれた時には、そこにはね、様々な価値観があって、当然共通の価値観も存在するんですよ。じゃあ AI アートの世界にマイケル・ジャクソン財団が公認した しかも NFT が付けた作品が流通したらどうなるでしょうマイケル・ジャクソンファンは世界に7億人いると言われています。この7億人の人に向かって AI アートマイケル・ジャクソンの公認のものがドンと出されたらそれはマイケル・ジャクソンの新作ということになるんですよ。これは売れる可能性があるんじゃないですかってことなんですよね。場合によっては数十万とかで出ていくんじゃないかなと思います。そしてウォルト・ディズニーっていうのがありますよね。ディズニーランド。 ディズニーーリゾート、この前高さんも行かれたと思いますけどもじゃあミッキーマウスなりドナルド・ダックのこの AI アートってものがディズニー公認で出せるとしたらこれは売れると思いませんかってことなんですよじゃあその公認を取るための方法はどうするんやってことですけどもこれ現実にね日本の会社で公認を取って AI アートを販売流通させるその提携した会社があるわけですよだその会社と契約するだけなんですよね まあこういうふうな形で新しいマーケットができたら必ずそこにビジネスが存在しますなぜならそのマーケットの中にニーズがあるからなんですよニーズがあるからこそマーケットができるそしてサプライ供給する人がいるからそれが成り立つってことになりますでそのバランスはまあ大雑把に言うと99対1ぐらいなんですよ提供する方が1で欲しがる人が99ってことですで欲しがる人の中に1に行こうとする人もいますけどもこのバランスはそんなに壊れないんですよ でなぜなら99の中から1に動こうとする人がいたら今度はですねつまり供給側が増えれば新しい価値観が供給側にプラスアルファされるんで受け,り受け取りたい人のマーケットが広がるってことなんですよね、まあ、それが飽和すするところままでで膨らんいいくっていう形になりますだから膨らんでいく途中いわゆるその成長期に参入できたかどうかっていうのが、まあ、ビジネスで最大の利益を取るポイントになります そして高値掴みっていうのも当然ありますマーケットが広がってその行動の限界を迎えてここから縮小していく流れに入るよっていうふうなピークアウトの時に参入した人は高値掴みですよね、まあ、この AI アートっていうのもどんなに有名な例えばディズニーやマイケル・ザクトンの公認を受けていようとも世の中に出ていく作品の枚数が増えれば増えるほど人間の人数には限界がありますからじゃあ 例えば極端な話100億枚 AI アートが出たところで80億人と言われている全人口が買うでしょうかってことになるんですよですんで需要と供給作品と欲しがる人の需要と供給のバランスがどこでピークアウトを迎えるかってことがすごく大事な見極めになってきますその時に離脱をするわけですよね、まあ、そうするとある人は例えば AI アートで利益を取ることができるある人は AI アートで借金を抱えるもしくは得をしなかったっていうようなねこういうバランスができてきます これは全てのビジネスに言えることですけども、必ずみんなが儲かるわけじゃなくって、やっぱタイミングってすごく大事なんですよね。で、現在 AI アート、ね、今、タカさんがあ前回の動画で、実際にワンダーっていうね、多分アプリだと思いますけど、こちらを使って、ドリームだったかなあの、AI アートを作る。それをお、皆さんは見たわけなんですよ。で、これがだから参入時期なんですよ。で、この時にもともとしていると、自分はやらなくても他の見てる人はやってる可能性があるんですよ。 もうここで1.2点遅れるわけですよね。で、当然私はこの話をずいぶん前に、数ヶ月前にやってるわけですよ。実際にもう利益も出てますんで、私の方はもう先行の先行の先行で、本当に、何、AI アートっていうものが何者かわかんない頃からスタートしてますんで、先頭走ってることになるんですよね。で、今私は利益をちゃんと取ってるんで、利益を提供する方法もお伝えすることができるっていうことになります。まあ YouTube も同じですけども、YouTube は多くの人に手渡されたアプリです。 で、多くの人はユーザーとして使ってますけども一部の人は YouTube において動画を発信する方に回ってますよねで当然見るだけの人発信もする人このバランスってのは99対1という形でバランスすると思いますで今度は発信するだけじゃなくて発信した上に利益を取ってる人ねそれで生計を立ててる人ってのは単なる発信する人よりももっと少ないわけですよでさらにその YouTube を発信することによって利益を取るだけではなく家族を養うだけでもなくて 5年10年というレベルでそれをやっている。YouTube というマーケットやそのニーズの変化に合わせてずっとどんな時代も稼ぎ続けている人。その人はおそらくこれからもマーケットのニーズや変化の訪れる YouTube の世界、インターネットの世界でその変化についていって試行錯誤してまた新しいね価値観に対するサプライを成功させるんではないかなと思います。それが例えば YouTube のショート動画とかね。 それからハンドルっていう概念が入っていと時にそこに必ずビジネスチャンスを見つけ出すというよりもビジネスチャンスを作り出すんですよ創作するんですよ選択肢を多くの人は選択肢の中から選びますけどもクリエイターっていうのは新しい選択肢を作るわけなんですよねで作った選択肢にそこに人を呼び込んでいって自分だけの独占証券を作っていくその繰り返しをやるわけなんですよねまあですね、で今回 AI アートってものがね、えー、タカさんも アプリを使ってやってくださいましたけどもこれから AI アートで何かことを起こそうと思った方には、まあ、ルートはもう引かれてますよってことなんですよねえこちらの方でまたね強く発信することもあると思いますけども、うんまあ、もしねこの方面でまださらなるニーズがあればまた濃くやっていくことがあるかもしれませんし、まあ、すでにこの AI アートや NFT につきました小さなコミュニティをもを走らせてもう3ヶ月になりますんでそこで 多くの方に、ね、やっぱこう仕掛け側として利益が取れるような形をこれからも作っていこうかと思いますもうすでに、えー、その仕組みっていうのはできて動いてるところですけどももうちょっと温存してね今限られた方とやってるだけなんでもうちょっと広げる時期っていうのは、まあ、来年の春までにはね1月とか2月ぐらいにはやっていこうかと思いますけどね。まあ、というかつて2023年の仕掛けるべきビジネスそして2024年こういったものも やっぱ先へ先へ、一歩先、二手先、三手先で作っていかなければビジネスっていうのはやっぱ変化の多い時代に対応できないのかなと思いますね。はい。まあ YouTube で稼ぐと一言言っても YouTube の何を扱って稼ぐか YouTube とどれを掛け合わせて稼ぐか様々まだ方法が残されております。で、そのことも込みで今月12月20日、またタカさんとね、ズームライブ対談をしたいと思いますのでさらなる YouTube の可能性を追いかけたい方はぜひこちらにお越しください。 YouTube で稼ぎたい。YouTube で独立したい。YouTube で家族を養いたい。それをできれば5年先まで、10年先まで、15年先まで私たちと一緒にやっていきたいという方は、ぜひこのズームライブお越しください。動画概要欄に URL をつけておきます。それではよろしくお願いします。